こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはファイティングミサイル。綺麗なスタートを切りました。ノーブルダビー前に行きそうです。ステージチャンプそれに続いています。さらにはファイティングミサイル、6番ローブブルック、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはノーブルダビー。ステージチャンプ後位をキープ。その外にシグナルプライズ、その外からソロフレンド、その外にディバインウェル、その外からシャドウフォレスト。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方からノーブルダビー先手を取りました。その隣にファイティングミサイル、すぐ後ろにローブブルック、好位置をキープしています。ステージチャンプすぐ後ろにシャドウフォレスト、並んで13番シグナルプライズ、ソロフレンド。この馬もこのグループウィナーズエリザベス、すぐ後ろ、並んで3番クラフトモア、ナチュラルキャスター、すぐ後ろ。その後ろからはアワッド、最後方にエリザベス・ウィンザー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。8番ファイティングミサイル、レースを引っ張ります。さあ先頭は依然として8番ファイティングミサイル、ノーブルダビー、ほとんど差がありません。3番手にステージチャンプ、絶好の手応え。ステージチャンプいい位置、果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はファイティングミサイル、ステージチャンプ2番手アワッド、その後ろノーブルダビー、続いています。離れてウィナーズエリザベス。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はステージチャンプ、ステージチャンプ先頭、ステージチャンプ先頭、2番手はファイティングミサイル、やはり強い。ステージチャンプ、ステージチャンプゴールイン、ステージチャンプ1着、2着にはどうやらソロフレンド。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ステージチャンプ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭は桜爆心王、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はドゥマーニ、あと 200m、 桜爆心王先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はドゥマーニ、桜爆心王独走、桜爆心王ぶっちぎりです。桜爆心王1着、2着はドゥマーニ、これが G1 馬だ。桜爆心王4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はアブクマポーロ、ハイキウェーブ先頭、2番手はハイキウェーブ、懸命に追いすがります。
やはりハイキングウェーブ先頭だ。あと 200m ハイキングウェーブ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。阿武隈ポーロハイキングウェーブハイキングウェーブもう一伸び。ハイキングウェーブハイキングウェーブ1着2着にはどうやら阿武隈ポーロ1番人気に応えました。ハイキングウェーブ見事です。東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に戴冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイルいよいよ発走です。さあ最後は大外枠のエトワール成功ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い何が花に立つでしょうか。慶応馬前に行きそうです。これに続くのが新興ラブリー、その外から IOU 並んで16番エアアイドル、アイアンファンシー、そのうちに続いています。内からはスターバレリーナ並んで12番アグネスパレード、その外にオクトベガ、マウントバイオ、そのうちに続いています。その外に名称マリーン、ピンクの帽子エトワール成功、その後ろ内からはスイートフォワード、ランドドーター、そのうちに続いています。赤の帽子アイリッシュダンス、その後ろ。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。ここで西のフラワー先頭に変わりました。2番手は新興ラブリー、これは絶好の手応え。4コーナーをカーブして、さあこれからです。西のフラワー先頭、差はほとんどない。2番手は西のフラワー、西のフラワー、さあ果たしてこの足色はどうか。西のフラワー先頭、残り 200m、 先頭は新興ラブリー。残り 100m、 2頭の激しい叩き合い。やはり強い新興ラブリー、新興ラブリー、新興ラブリー。1着2着にはどうやら西のフラワー、これが世界の実力だ。新興ラブリー